皆さん、こんにちは。今回私がお話しするのは、一人の行動が多くの人に影響を与えるという点についてです。先日、秋葉原駅の JR 山手線車内で非常に残念な事件が起きました。自称20代の女性が刃物を振り回し、少なくとも男性4人が怪我をしたとのことです。このような無差別な暴力行為は断じて許されるものではありませんが、私はただ犯罪者を非難するだけではなく、この事件が社会に与える影響や、私たちはどのように向き合うべきかを考えたいと思います。私の視点では、犯罪発生の背景には、社会的なストレスやメンタル ヘルスの問題が深く関与していると考えられます。特に現代社会における不安定な職や社会的孤立など普通の生活圧力以上のストレスを感じている人がいます。新年早々、地震や飛行機事故などの悲報が続いており、人々の不安を増幅させるかもしれません。しかし、ここで重要なのは悲しいニュースにとらわれることなく、前向きな対策や取り組み、そして社会全体での支え合いを見出すことです。例えば、メンタルヘルスへの理解と支援を充実させたり、防犯意識を高めたりすることが求められます。また事件を目撃し した人々が冷静に対応し適切に助けを求める一連の行動は私たちにとって大きな教訓になります私たちは正しい情報を共有し誤魔情報に惑わされないよう努める必要があります悲しいニュースのおかげで私たちは互いに協力し困難に立ち向かい前向きな信念を持ち続けることでより良い社会を築けるのではないでしょうかこの事件を機に私たちそれぞれができることを見つめ直し社会の一員としての責任を果たすべきだと思います最後に今年は多くの方にとって良い年となることそしてこれ以上の悲劇が起こらないよう 願います事件により影響を受けた皆さんには不快なうめと支えがあるよう心から願っています。